こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回もですね、 YouTube の再生数を伸ばす方法を公開していこうかと思います。今回はね、9つの方法にまとめました。まあこれは稼働部のカリキュラムの中にも入りますので、今日は9つのうちのね、本当に最初の2つ3つを紹介して、あ、どのぐらい再生数伸ばすことに期待できるのかなっていうふうに分かっていただこうかと思いますんで、よろしくお願いします。それでは次のスライド見てみましょう。はい。まずはですね、ノウハウの一つ目を早速紹介するんですけども、まあ、ジャンルとかテーマですよね。これを決めない限りは、YouTube のチャンネルってできないんですけども、このね、ジャンルとかテーマってのがね、ほとんど再生数を決めていきます。つまりね、ニーズのあるジャンルとかテーマで動画を作れば、編集とか収録が下手でも、再生数ってのは上がっていくんですよ。例えばね、ニーズのないテーマの例ですけども、ペットボトルの上手な潰し方って、これ皆さん見たいですか？見るとしていろんな動画見たいですかね？多分ニーズないと思うんですよ。で、あとね、普通の人の日常。これもあんまり興味ないんじゃないですかね？芸能人の日常生活は興味あると思いますよ。有名人とかね。うん。でもどうですかね？普通の人は特別なことをするから興味を持たれるんであってね。特別な人は普通のことをするから興味持たれると思うんですよ。普通の人が普通の人を見ててもあんまり面白くないですからね。うん。まあ、ですんでね、この辺気をつけてジャンルやテーマを絞っていくことが大事です。もちろんまだ動画のアップロードに慣れてない方は、ジャンルとかテーマを絞らずに何でもかんでもやっていくっていうスタートでもいいと思いますけどもね。まあでも、一月二月やる中で、自分が発信するんだったらこのテーマかなっていうふうに決めていかなければ、やっぱりね、ゴールにはたどり着きません。ということでね、まずはジャンルやテーマがすごく大事ですよってことをお伝えしておきました。はい、次です。検索されやすいタイトルを決めていきましょう。そしてこれは関連動画も意識していきます。例えばどんなのが検索されやすいタイトルになるかっていうことなんですけども、芸能人とか有名人のニュースがテレビや新聞で出ました。まあ例えば訃報とかね、スキャンダルとかね、まあ逮捕とかね、こういったものが出るとニュース速報みたいなんで出ると思うんですよ。そしたらね、それについて検索されやすい今この瞬間のホットな話題ですから、もう早速動画を作っていくとかね、していくと、それは検索されやすいんじゃないかなと思います。ニュースが生まれたてっていうのは、そのニュースの付随情報っていうのが本当に少ないんで、だからね、多くの方が求めてくれるんですよ。まあですんで、まだね、ニーズがあるけどもサプライが少ない、こういった速報なんてのはすぐにね、被せていくといいと思います。じゃあどんな動画を作っていくのかってことですけども、その、例えばね、芸能人の訃報があったら、訃報について感じたこととかね、スキャンダルがあったら、スキャンダルに対して私が思うこととかね、逮捕とかがあったら、やっぱり逮捕についてどうこうとかっていうことをね、自分の感想とともにお送りすれば十分だと思います。もちろん私たちがね、特別なネタをマスコミ以上に持ってるわけがないですから、自分が感じたままを話していけばいいということになりますね。はい、次です。有名 YouTuber さん。最近はね、有名な YouTuber さんもいろんな話題になるんですよね。で、こういった方の最新動画の関連です。有名 YouTuber さん、皆さんの中にも頭にどんな方が浮かぶのかなってことですけども、その有名 YouTuber さんが動画を更新しました。その動画を更新した、その瞬間に似たような動画を作っていく。ね、有名 YouTuber さんが A さんだとしたら、 A さんの YouTube を見てこう思いましたでもいいと思いますね。有名 YouTuber さん何々に物申すでもいい。要するに逆風を吹かすって感じですね。あとはね、有名 YouTuber さんが実はね、闇の組織に操られていた広告塔なんだよっていう風な陰謀論を打ち立てるのも面白いかと思います。関連動画でね、内容の動画を困った時は応援する動画かアンチな動画か都市伝説的な動画か、この3つで選べばいいんじゃないかなと思います。はい。で、次ですね、検索されやすいタイトルや関連動画の作り方なんですけども、ツイッターのトレンドを調べて、そのトレンドワードでタイトルを作るのもなかなかいい方法だと思います。そして定番なのが、ヤフーのトップページにいろんなニュースありますよね。あのタイトルと同じタイトルをつけることによって検索されやすい、そんなあなたの YouTube ができるってことになります。ということでね、タイトルの工夫をしていきましょうということが、ここでお話できたと思います。タイトルの工夫してますか？じゃあどういうふうにタイトルの工夫を具体的にすればいいのか、ちょっとずつお話していきましょうか。はい。じゃあタイトルの強化方法をね、これからお話していきます。タイトルってのは検索とかクリックを狙っていくわけなんですよね。そして
あなたの動画の再生数の9割はタイトルで決まると思っていいかと思います。はい。じゃあテクニック、一つの例をお話します。パワーワードってのがあります。関連ワードってのがあります。タグっていうのがあります。主にはこの3つでタイトルを作っていってください。具体的にどういったものをパワーワード、関連ワードというのか、これからタイトル例をもとにお話していきます。例えばね、こんなダメなタイトルがあると思います。動画で稼ぐ方法。ね。これ、ひねりも工夫もありません。どういうふうにすればいいかわかります？じゃあ、パワーワード、関連ワード、タグを意識したタイトルに変えていきますよ。はい。タイトルの強化。動画で稼ぐ方法を、私ならこう書きます。太字括弧、2022年。最短で動画編集で稼ぐ裏技。米印、1000再生で削除します。はい。どうですか？上の動画で稼ぐ方法から、ちょっと長くなりましたけども、随分エッジの効いたタイトルになったと思いません？じゃあね、どういったパワーワードやタグを意識してこのタイトルを作ったのかお話していきます。はい。まずね、太字括弧2022年。はパワーワード、ワードであり、視覚にも訴えているのがわかります。まず視覚に訴えているっていうのは、黒い太字括弧で囲うことによって目立つわけですよ。そしてね、年が明けて1月2月の段階では、2022年って書くだけで、あ、最新の情報なんだってことがわかりやすくなってます。で、逆にですね、これがね、11月、12月だったら、翌年のためのっていうのがいいですよね。例えばここに2023年にするとかね。そうすると、翌年流行りそうなことを先取りできるんだという形で視覚に訴えかけるパワーワードになっていきます。よく年末になるとね、来年を最高のスタートを切るためにみたいなね、言葉がありますけども、これもパワーワードなんですよ。ゴールデンウィークで生まれ変わりましょう。連休を生かすためにとかね、全部パワーワードです。感情にも訴えかけていくってことになります。すなわち、2022年、これはね、この4つの文字だけで、むちゃくちゃ検索される、そんな数字でもあるんですよ。かなり重要な、この太字括弧の内容になってるってことになります。ね、まだまだありますよ。はい、次。動画編集という言葉。ね、赤い文字に黄色い字で動画編集って書いてますよね。動画編集ってのは関連ワードなんですよ。だって動画編集っていう4つの漢字で構成されたキーワード。これ検索にかけますよね。動画編集のやり方とか、簡単な動画編集とか、動画編集ノウハウとかね。これなんで検索するでしょ。ということは、どの検索にも頻繁に出てくる4文字、動画編集という言葉が、いろんなタイトルの関連ワードになってくるってことなんですよ。ね。この動画編集っていう言葉、使わずにはいられないですよね。はい、次。裏技。これもね、パワーワードなんですよ。裏技とかね、闇の組織とかね、なんかそんな感じのちょっと怪しい言葉、漢字の組み合わせっていうのはよく使われます。まあですんでね、裏技っていう言葉、パワーワードでよく出てきますので使っていただければと思います。さらに、米印以下、1000再生で削除しますって書いてるでしょ？これ限定感を出していて、あ、今のうちに再生しとこう、クリックしとこうっていうふうに思わせる効果と、1000再生が過ぎてもね、あ、まだ、あれだ、ロスタイムだ。ラッキー、1000再生超えてもまだ削除されてないや、今のうち見とこうっていうふうな、こういうふうな効果を生むんですよね。じゃあこういった言葉を組み合わせてできたタイトル、赤字に黄色で書いてますけどね。これ、一文字たりとも無駄がないということがわかるかもしれませんね。いかがでしょうか。はい。次です。サムネイル強化。タイトルがちゃんと書けたら、今度はね、サムネイルを強化していきましょう。サムネイルってのは、画像とワードの組み合わせでできます。ね。どういう気持ちで作ればいいかっていうと、映画のパンフレットを作るような意識です。ね。そして、サムネイルを見て、あ、なるほど、そういうことねっていうふうに完結させるんじゃなくって、気になるから絶対クリックしたいなっていうふうに思わせるのが大事なんですよ。ね。例えばこういうサムネイルを作るとします。ちょっと画像はここで書けないんですけども、例でね、ネットで稼ぐのは簡単みたいなタイトルをつけて、何らかの画像をつけてサムネイルを作ったとしますよね。これはダメな例です。じゃあそれを強化するにはどうすればいいか。次の、ね、シートを見ていきましょうか。ダン。ネットで稼ぐのは簡単。これをどのように強くしていくかなんですけども、タイトル強化。こういうのはどうですかね。ね、黒字括弧。2022年。
PC 初心者でも簡単に稼ぐ3つの方法って感じですよね。はい。意味はほとんど一緒なんですけども、何が変わったかもうお分かりですよね。いろいろと、あ、3つの方法だったら知っておきたいなとかね。え、初心者でも大丈夫なの？あ、最新版の2022年のものなんだと。3つぐらい感情を動かすようなパワーワード、キーワードを入れてると思いますよ。はい。だからね、気になるからクリックしようかなって思わせるのがサムネイルの役割なんですよ。興味をそそられた、クリックしようみたいに興味を持たせないといけないんですよ。あ、自分のことを言われてるな、 PC 初心者だもんなみたいなね。で、あ、3つの方法だから3つやればいいんだみたいなね、興味をそそるでしょ。で、素通りしたら持ってないからクリックしようみたいなね。もう素通りしたら本当にね、心に残って、あー見とけよかったなって思わせるようなタイトルを作るってことになります。じゃあ今回はね、動画以上でございます。まだまだお話することはあるんですけども、続きは稼働部でお話していきます。ちょっと稼働部のね、紹介させてもらいますね。稼働部ってのは3ヶ月コースでやってます。今第1期生がスタートして2ヶ月目の後半に入ってますよね。2月ですから、あと1ヶ月ちょっとで終わっちゃいます。で、第2期生が1ヶ月遅れでスタートしてますね。3ヶ月コースの稼働部というね、稼ぐ道を部でまとめるってことになってますね。速稼塾の中の専門コースになってます。次で、最も苦手だとするのは、多くの方はね、継続することができないんですよ。だから、忙しい状況とか、難しい状況でも、継続を促すプッシュ型配信、メールマガジンで配信するという形にしております。まあ、ですんでね、ほっといても連絡を私の方からしますんで、あ、やらないとなっていうふうに気づくってことになります。はい、次。毎日、双方向コミュニケーション、個別指導付きでございます。で、これはね、私からのカリキュラムが送られてない日でも、気づいたことや困ったことがあったら毎日私の方にご連絡ください。私はですね、毎日個別で返信指導させていただいております。今のところね、返信に24時間以上かかった時はないですね。これは私の全ての返信に対してです。この稼働部以外でも。はい、次のシートです。特徴としては何といってもね、少ない再生数で稼ぐことができるんだよってことを伝えていくことなんですよ。チャンネル登録1000人いなくてもね、再生数が1万、10万、5万なくても、別に再生数5でも10でも稼げるし、チャンネル登録1人でも3人でも5人でも全然稼ぐことできるんですよ。だから、少ない再生数や登録者のうちに、稼ぐためにすることっていうのと、ある程度人数が増えてからやることってのはね、やっぱ分けて考えないといけないと思いますよ。短距離走と長距離走、走り方違いますよね。それと同じようにスタミナ切れをしないようにきちんと集中して、抑えるところを抑えていくっていう形になります。はい、そしてですね、2022年今年ですけども、第1期生でも成功者が出ております。第1期生っていうと1月から始めてますからね、まだ2ヶ月も経ってないのに、まあ、成功してるわけなんですよ。で、その方のズームライブをやりますね。はい、第1期生もね、すでに成功してるわけですよね。まだね、2ヶ月も経ってないわけなんですけども、その成功の一端をですね、ズームライブ急で申し訳ないんですけども、2月の22日21時からサラリーマンは株で稼ぐというね、タイトルでお届けしようかと思います。まあ、よろしかったらね、よろしくこちらの方をご覧ください。またね、ライブに間に合わない方でも、このライブは、アーカイブにして一般公開を YouTube でする予定ですんで、そちらの方をお待ちいただいてもいいのかなと思います。ということでね、今回はちょっと駆け足でですけども、稼ぐ方法といいますかね、YouTube を有利にする方法をお伝えしてきました。まあ、肝としては何がっていうと、YouTube の再生回数を伸ばしていきましょう。そして伸ばしていない間でもちゃんと稼いでいきましょうっていうような2本立てだったんですけども、いかがでしょうか。まだまだね、お伝えしたいノウハウがございますので、続きは稼働部でお話ししていますんで、よろしかったら稼働部へのお問い合わせを、この動画をもってね、していただければと思います。下の方にメールアドレスありますので、メールで私の方にご連絡ください。それでは本日は以上です。